してみるよ。今回ご紹介するのは G&G オリジナル M4 カスタム電動ガンシリーズ CMF16K。 この後すぐ。番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ハイキュー。はい、皆さんこんにちは、デメリューでございます。はい、てなわけでですね、デメリュー始まりましたけどね、完結に行こう行こうと毎回思うんだけど、完結、そう、行こう行こうと思ったらなかなかこけるというですね。こける。まあ、あのでもいろんな人に言われますよ、デメリューを見てるんですって、うんうんうん、長い人長いですよねって言うと、長いですよね、長い人長い、余計な言葉を喋るのをやめた方がいいよって言ってくださる人たちもいて、俺もそう思いますってよく言うんですけどまああのね、しがない一日つまらなかったなと思う人もいらっしゃいますから、まあ1時間なんかラジオ感覚で垂れ流してくださいよって言うと、そうだよねって、まあそういう人は悪意がって言ってる人じゃなくて、直接言ってくれる人はあれは意図してますねって、意図してやってますねって、長いですよねって言って、まあ好きな人は好きなんでしょうねっていう会話で終わるんですけど、まあそれ以上でもそれ以下でもないかなという感じでございまして、まああの今更ですね、私のキャラクターがどこ変わるかとかそういうのもなかなか難しいので、このまま地のまま言ってますけどね、地なんだもんね。まあ基本的にはあの動画のテンションと日常のテンションが違うなっていうのが最近すごく実感しまして、俺今日喋るテンションじゃなかったのになっていう時にね、喋ってる時にうちのボスからですね、お前作るんだなちゃんとキャラって言われまして、あ、見たいですね見たいですね、そんななんかですね、こうことを言われて、カメラ回りましたりねしますとやっぱ違いますからね。まあ、一応そういうスイッチがついたんだなとこの年数をやってて、でこの間もG&G ラバーズオンラインの方にですね、参加させていただきましたけど、びっくりしました、と思って、いやあれ告知してないから、いいのか悪いのか、言っていいのか悪いのか分かんなかったんですよね。確実にあれでしたよ、なんかやるっていうのは告知してるんですけど、誰かが出るとかそういうのは特に告知がなかったんで、なんかなんじゃないかな。だからこれを喋っていいものかどうか分かんないから、まあじゃあ何も言わずに置くかと。そうね、なんかあの伝わってなかった人も結構いらっしゃったんじゃないかなと、あのやるよという感じだけど、ただあのまあ一つだけ思ったのが、電話を直接かけたんですけど、3コールで出ないとアウトってやつなんですけど、3コール3人にかけたんですけど、誰も出なかったっていうですね。デミさんのとこだけないですか、ボケパドック嫌われてるんじゃないかと思いまして、ただ対価打って言ったと思うんですけど、見ました、私ちょこっとしか見てない、ちょっと見ました、全部ではないですけど、私タイ持ってってないんですあれ、そうだから、ジジゲリラさんですか、はあ、はいはい、がしっかりとご用意されてまして、この間は伊藤さんという形で出てましたけども、自前のタイを持って、事前もう裏のこと全部バラしてる、タイいいですかタイいいですか、デブさんタイいいですか、タイいいですか、あ、いいですよ、かぶれと言われればかぶれます。いや、持ってきてくれと言ったら持ってこれたのね、わざわざ2個用意してあったんですか、あれ、あの自前と新品のを用意して、すごい、持って帰りますかって結構ですって断ったんですけどなんかね、他の G&G のオフィシャルの時に誰かにかぶせてくださいって言ってねあ、でも新品のタイかぶりましたけど、なかなか他の人にかぶせないでしょ、あれ、うん、激レアですねあのでも、汚い大人はみんなそうやってやるんだなと思って、こうちゃんと準備をしてね、もう断れない手を作ってるんですか、こう新品を用意して、どうぞもうデミさんのために買ってきましたよってそれは向こうのどこでも売ってるからびっくりだよ、それ気遣いを考えるとやっぱり、ありがとうございます、じゃあかぶらせます。また打ち合わせの裏側を言うと、僕呼ばれてないんですよ、負けパドクさんどうぞみたいな入りじゃないんですよ、これも汚い裏側の話ですね、何、私ボケますんで、はい、言いたいに入ってきて、いやいや、あのさ、若手の芸人みたいな入りだから、普通何々さんですどうぞっていうのがあるんですけど、まあ台本はないんですけど、まあ当日の打ち合わせがあって、言いまで入ってきてください。え、なんて、なんて、もう一回、言いまで入ってきて、言いまで入って、そう、
いいタイミングいいタイミングいいタイミング入れたのタイミングわかんないできなくね僕は入った時カメラにこう何回も近くに行ったんですけど、うん、あれも予定に全くなかったんで向こうもあらららららみたいな感じでもうこっちだよこっちだよってやってくれてそうそうそう全然あんな感じで始まったんですけどあれ始まる前のテンションは、うん、あどうもありがとうございますっていうような普通の会話だったんですカメラの時だけ傷跡を残してあとは普通にこう ありがとうございましたちゃんとスイッチ入れてね終わった後は謙虚に謙虚に、ね、腰を低く周りが、そんな変わるんだみたいな俺でもさすがだなさすが芸人だなって思ったのが芸人カメラの方から入ったじゃないですかはい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 アシスタントの方もマイクっつってちょっと声拾わないって心配はされたんですよ、はい、さすが芸人ハンドマイク持たなくてもちゃんとしっかりさんのマイクで声を取る多分あれ十分取れると思うんですよ そこまで計算してのあの芸あこう伊藤さんのマイク近いからね、まあ、ちょっと一応コメントを見させてもらったんですけどその後慣れてるなって来た時に別に慣れてはいないですよと、いやいやもう毎週配信してますしね、撮影もしょっちゅうやってますしね、やっぱねこうマイクの特性っつうのもね、基本的に僕の声は大きいみたいなので普通にマイク当てるよりもちょっと話した方が綺麗に聞こえるらしいんですよ近すぎるとねちょっとハウルとか割れるらしいのだいたい元からね声張ってって散々言われましたからね、うん、だから屋外ロケ OK な声してるんですよ基本的に一つ自慢できるのは屋外ロケでマイクが1点しかなくてもそこに届く声で喋ることができますこうやってハンドマイクを持たないとインタビューできませんじゃなくてこのマイクで頑張って拾いますから、うんそういうようないい経験になりまして大変お世話になりましたという形でねそう G&G の商品をね、うん、また今年もしっかり2020も残り少ないですけど、うん、まだまだこれからも出るみたいなのでねぜひぜひ紹介していきたいなと、思いますで私の右側にいる女の子は誰と言われても困っちゃいますので自己紹介と自己紹介今ちゃんと告知の方をねしっかりしてもらって余命の告知をちょっとね。はい。たまにねなんか名前が読めないって方たまに言ったりするんですけども、はい、シリンダーと言います。神奈川にあるですねシューティングバーのゲットで働いています。ツイッターの方に、この日いますよって載せていますのでよかったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はいまる。はいまる。できたよ。できたよ。はい。はい、じゃあデメリューからの告知を、はい、当日の舞台裏生配信ということでね、定点カメラでずっとこう撮影館、カメラ本ちゃんのカメラとは別に回しておりますんでぜひそちらの方もねご覧いただければ概要欄の方にリンクがございます、デメリューが2倍3倍4倍5倍 9.28 いや152倍ぐらいは楽しめるんじゃないかなと思いますんでぜひご覧くださいとそしてモザイクナイト水曜日、模型パドックの迷彩教育こちらの方も、千葉のねベイ FM というラジオ局で、コーナーを持たせてもらっておりますサバゲーの話エアガンの話、いろいろね、またサバゲー今頃は多分参戦してるんかなやってる頃かな、ちょっと分かんないですけどああもう覚醒がちょっと見えるちょっと DJ のね今ならの2人っていうのにね、一生懸命今教え込んでますんで、ですねぜひね皆さんも一緒に、聞いて参加していただければなと思いますで、FM 視聴エリア外の方はラジコで、ラジコでも聞き逃したよということはという方は YouTube で、こちらもね収録の舞台裏全部公開しちゃってますんでぜひご覧くださいとそしてデメウラビューモケパインフォメーションこちらの方も随時アップしております、デメウラビューは別チャンネルとなってますぜひチャンネル登録して追っていただければなと思いますはい、はいというわけでですねさまざまなことをやらせていただいておりますが、まあ、自分に合ったコンテンツが見つかればいいなって合わない場合はもうどうしようかねどうしようかな、ま、今日は色合いがお二人とも白っぽいんですいません真っ白タイしか目立ってないんですけどね今ねあれこっちまでこんないろいろ、うんあれねみたいなあれでのねおー今調べててもないなこれモーター多分タイタンリフリートだと思うんだけどなタイですかこちらですかでて本ない18000は違うわタイタンじゃなくてリフリートじゃねえオリジナルモーターのロングアクシズって感じだからリフリートじゃないねおよよリフリートモーターだと 11.1 がねお
いいんですけど、うんうんうん、にゃイフリートモーターではないとではない、はい、さあ本日ご紹介する銃を行きましょう。本日ご紹介するのはこちら、はい、じゃん、はい、まあね、G&G 製品でいきます。 G&G の下りもあったんで、はい、今日ご紹介するのは CMF16K シリーズでございます。はい、で CMF シリーズ、CMF16 シリーズというもののこちら K というモデルになりまして、はい、この K は何なのかがねちょっと見出せなかったので、普通 K だとクルツって短いとかいう意味だったりするんですね。あのドイツ語を出しちゃってね、か 98K ってあのクルツって言われる、はい、まああの長さでもクルツって言われるんですけど、今回のこの G&G の新商品ですけどもね、まあ出目的印象で言うと、まあ HK416 ベースの A5 かなみたいなのがエアソフトさんのねサイトとかもいろいろサイト載ってますけど、この感想書いてあったりするんですけど、まあ HK416 ベースだろうなと。ノズルも回ってるんですけど、ん、ノズルが回ってる、曲がってちょっと横から見ればわかる。ハイダー、あ、ノズルじゃないですね、ハイダー、ハイダーハイダーが若干上向きみたいなね感じになってるかな。あ、でもなんか不思議だねこれ、確かに、いや、なんとなく不思議な感じだけど、なんだろう、なんか変な感じ、上向きに見えるんだよね、ちょっと浮き上がってね。あ、ほんとだ、ネジの多分切りがこう、こう、まあ、樹脂の部分だからね、ここがね、うん、全体的に樹脂だからちょっとネジ切った時に、ピッチの関係もあったのかもしれないけども、うん、ちょっと上向きに見えてしまう形かな。 あとはそうですね、奥に締めていけば締めていくほどちょっと高さが違うね、これが。あ、で、それで浮き上がってみて、こっちが低くてこっちが高いっていう状態なんでね、そういうのもある、関係してるね多分。で、さっきも言いましたけどこちらですね、樹脂製の、構成となっておりまして、樹脂だからといって、なんていうんですかね、強度が足りないということはないと思います。G&G さんのねこれ CM シリーズって結構いろんなもの出てますけど、フレームが割れることはほぼないと思います。で、割る、粘る感じ、粘る感じですね、これは。あのパキーンってこう、なんですかね、インパクトで割れるというより粘る感じの、うん、で、お父さんお母さんを殴っても大丈夫、ダメージ値はそんなに高くないと思うんですけど、まあ、銃の形は保ってるんじゃないかなと。で、フリップアップサイトがね、標準でついてまして、マイクロタイプのちっちゃい、ケツからいかないんですか、こうね、上がパッと、なんで急にサイトからいったんですか、こうね、いつもの通り、なんでケツからいかないんですか、リアがね、こう調整ができて左右にできる、はいはいはい、でフロントはあのこうちゃんとアップダウン、フロントもそこにある調整ができるというものでございましてね、フリップアップ、フリップアップになってまして、はい、それでここはねちゃんと20ミリレールになってますからね、え、なんでそのとこから行ったんですか、いろんなものがつけられると、今自分でもちょっとなんでここから行ったのか、もう目についた、出目についたとこから行ったんですか、今回はですね、順番をいろいろ変えてやろうと思いまして、めんどくさいですよ、みんな見る方もめんどくさくなってきます。で、ハンドガードなんですけどねあえて、あえてハンドガードはね、QD タイプのもの、もうちょっとあの銃こっち側の方がいいですね、じゃあ QD タイプのね、ものがつくんですけど、ここ一点でつけるっていうのはまずないと思うんですけど、こことここでつけたりとか、はい、QD のね、リングが付属ついてます、ついてるのかな、はい、はい、一応別でこう袋にね、入ってこちらが QD のやつ、これ1個1個だけです、はい、1個だけだとまあここで1点で吊るして、ね、フロントでここどっちかにつけて、他のがつくかわかんないですけどね、まあ、規格がない方はちょっといろいろ試してみてって感じですね。で、ハンドガードのところにね、このレール一応位置が3枚ミニレールが右と左、はい、左右調整が、付け替えが可能ですね、はい、このビスの部分でですね、ガイズリっぽいけどガイズリじゃないもんな、ガイズリって言っちゃいけないんだろうなきっと、まああの元々ついてるビスで位置替えは可能という状態でございまして、うん、メカボックスはですね、実メカを採用されているようです、こちら、ようです、ようです、まだ開けてないんでね、実か確実なのかですけど、前情報を見ると実メカではないかなということでございましたけども、なんかカスタム内容としてはね、もちろんアンブレカブルとかいけたりするのと、あとマガジンがね、でも G2 だったらこれボトルロックがかかって普通のマガジンじゃないんだよね、450連が
ついてるんですけど、G&G 製の。これはあの実用のじゃないんだよね。これスタンダード、スタンダードな感じだよね。だから今ボルトストップとかかからない。G2 とかってね、箱にも書いてないかな、 G2 とかってのは。ちょっと中の項目書いてない、書いてない。ラベルがね、本来貼ってたりするんですけど、 G2 とは特に書いてないね。ETU と MOSFET は入ってますね。で、ETU によるバースト機能の切り替えは、今までのものとしてフルオートと散髪バーストの設定ができますけど、セレクターをセミオートに切り替えてトリガーを引いたまま10秒。皮膚、ミノ、ドノ、ヤノ分かんなくなってるかな。あーピーッとなりましたね。ピーッとなりましたね。それで10秒間で、セットアップが完了という形なので、フルオートポジションが3点バーストに切り替わります。で、セレクターもね、アンビのタイプなんですけど、このアンビのタイプなんか右側逆に、動かしやすいかな。普通のセレクターなんか違う形してますね、形がね、ちょっと普通のものより違うデザインなんで、こっちの方が僕はなんか切り替えしやすいですね。で、よいしょ、ロックはなす、あるんですね、これある。で、こちら側からボルトリリースもできると、アンビタイプになってるんで、右も左でも両方できると、いう仕様になってます。それでもカバーが引っかかってそうだね、あのね、かかるんだけどいける、うん、全然この、乗っかっちゃうけど指先で引っ掛けるぐらいはできるんで、そんなにこうね、大きく。で、ホップダイヤルがね、ここにまたついてますけども、ドラム型なので回転のね、感覚はG&G さんのかなりマイルドに動くようになります。クリック感はない、うん、ないんだけど、まあなんか感覚的にはちょっとカチカチ言うのかなっていう感じはしますね。で、ホップアップの調整で蓋が閉まって、これで解除できるというモデルでございまして、このトリガーガードもね、ちょっと R を書いてる、ね、形がね、特殊だ、ストレートじゃなくて R が書いてあるタイプ。丸くてスリットというか、まあ肉抜きされてる、まあ、真ん中にね、肉抜きされてて、グリップもね、G&G の一応オリジナルタイプなんですけども、握り心地はそんなにね、ちょっと HK っぽい感じの、大きくは変わらないけども、ちょっとここら辺に膨らみがあってしぼみがこう、ここだけちょっと大きく感じる可能性があるけど、まあ握りやすいという、要は握りやすい。ダーさんはもう大丈夫ですか、握っても。下の方がちょっと大きいっていうね。そうですね、こうなっちゃったら変だ。こっち側だと全然、女性でも大丈夫な感じで、こういう感じで、大きいですね、グリップがね、意外とね、こやつのですね、ちょっと問題なところが、バッテリーを選ぶんですね。もうストックの部分がワイヤーストックタイプというものになってますので、ワイヤーストックは、やっとストック来た、はい、2段式の、切り替えができます。動かしてください。よいしょ、これがね、こちらのボタンを押してもらって、あ、ここね、ほいほいほい、そうすると後ろに引くことができるんですけど、1段、2段、これで終わりなんですけども、これがワイヤーストックの長さになります。で、スリングフックがね、ここに1点。ここも樹脂。まあ、ワイヤーは、ワイヤー部分は金属。ここの部分は樹脂。ここは樹脂と。で、バッテリーの入れ方はこのままストックをね、ボタンを押したまま抜いてもらいます。はい。で、抜いてもらって、ここにボタンがあるんですけども。あ、これボタン？はい。このボタンを押してもらうと、よいしょ、先住民の方にね、先にいてもらって、はい、バッテリーが今入ってるんですが、ETU ユニットが、ちっちゃい ETU ユニットが入っていて、よいしょ、あ、こうやってね、ちっちゃい ETU ユニット、ヒューズがあって、バッテリーのサイズが今入れてるのが非常にちっちゃいです。これ800なんですけども、1100ぐらいまでかな、スティックのちっちゃい、まあ、ものだったら入ると。この中にユニットがそうだね、ちょっといっぱいになっちゃって、それで引っかかっちゃったりとかして大変そうだね。で、このね、バッテリーの下に ETU ユニットを入れてあげる感じでやると綺麗に収まると思います。で、奥まで入れてもらってコードをこう取ると、コードをね、こうギューッと、で、これで入れてもらって蓋をして、はい、蓋は上から引っ掛けて、上から引っ掛けてボタンを押す。そうすると、ほらね、
で、まあ、あのトリガーのレスポンスはこの ETU 自身が入ってるので非常に快適に打てるんですが、うん、今だとペルンっていうね、電子ユニットアップグレードキットっていうのが販売されてまして、それを入れるとさらにキレが良くなったり、うん、プリコックが可能になったりするっていう G&G のですね、何ですかね、性能をもっと引き出すことができるユニットも今普通に販売されてるので、もっと足りないなって思えばそういうことが交換すること可能です。それとね、これちょっと刻印がね CM っていうこのタイプなんで、HK とかの刻印ではないんですけど、これオリジナル刻印ですから、うん、まあ、極端な話どこで売っても問題ないわけですね。 G&G のオリジナルなものですから、国を選ばず売れる、それは強みですよね。長さ的にね、アウトドアでもいけるし、インドアでもいけるぐらいのちょうどいい長さなのかな。そうですね、体型がね、ちょっと大柄な人だとストックを伸ばしてもらった方がしっかりとこう構えられるし、CQB だと、ストックをわざと外して肩外してもらって打つっていうこともできるぐらいの大きさかなと。あとフレームもね結構コンパクトなんですよね。イメージまあそんな大きくは変わんないんですけど、このカットですね、カットがまっすぐじゃなくてちょっと斜めにカットされてるんで、そこの分なんかすごくコンパクトに見えるよね。コンパクトに見えるっていう、そこが多分斜めにカットされてるせいで、こういうのはデザインのやっぱり効果があると思うんですね。でハンドガードのガタつきとかもね、今ざっくり持った感じで全く感じられないとか、回らないし、ストックの付け根は使っていくとやっぱここネジ緩みやすいので、このネジの部分は定期的にビスを締めてあげたりしないといけないかなという形ですね。で、まあ、グリップエンドはね今まで通りオフセットマイナスいじれるんですけど、基本はいじる必要ないんで、このままの音を聞いてもかなり、しっかりと反応がついてくる。だから電圧が低くても ETU の効果とかで補ってる感じですよね。電子基板が入ってるものが最近の主流ですけど、一番最初に入れたね走りのものでもあるので、ジランド G はやっぱ研究そういうのはされてると思います。はい、がまあ外装の作りになりますけども、まあこのレールのデザインとかもね、ちょっと特殊な形ですから、ネジもねピッチがこの規定のものじゃなかったら合わないかもしれないけど、ガイズリーの規格とかなのかな、このパーツ予備で調べないといけないんですけど、このレール幅に合ったものをここで合わせてもらえればというふうに思います。フロントにも一応スリングスリーブついてるんですね。ここについてるね、一応左右になんか、ね、はい、あります、ね、ちっちゃいんでなかなかつけるのが選びますけど、まあここにつける人もねなかなか、いらっしゃるのかわからないですけど、一点で十分支えられるんじゃないかなっていう、モデルだと取り回し非常にしやすいと思いますよ。重くないでしょ。重くないです、樹脂で構成されてるんで、ただ最近やってた軽量の結構安価なシリーズに比べるとやっぱりちょっとずっしりしてるかなと。安っちくないよね、その点では、価格帯的にもそんなにこう高い形じゃないと思うので、これはちょっと気張って手に入れてもいいのかなと。ETU とか入ってるしね。お値段どのくらいですか。お値段以上ニトリです。ニトリさん関係ないです。ニトリです。ニトリさん全然何も関係ない。ニトリです。お値段がパドックで税込み36,800円、はい、ETU が入ってちゃんとしてメーカーもしっかりしてる、でアフターパーツも手に入るっていうところで、あとはね実は擦り傷に強かったりするんですよ、こういうフレームって。へえ、そうなの。塗装がピッと剥げるっていうより樹脂だからもうその塗装部分の剥げはないので、へこみとかはありますけど、そういう点では強いんですよ実は。大根おろしてもいいってことね。そうだね、なんかすごい大根おろしいけそう。あ、そうですか。肉叩いたりとか。あ、そうですか。まだ何かあります。いや大丈夫です。じゃあ、長さの方を測っていただきたいと思います。カレーなるスルー。カレーなるスルー。10メーター目じゃ足りる。足りますよこれは多分。でもね、補足の情報で欲しいのはちょっと調べたいんだよね。メカのバージョンがこれ実じゃないの、実じゃないの。673、23ぐらいかね。いやもう3、4ぐらいかな。3、3ぐらい。3かな。3、3、うん、あ、2かな。わかんない。3、3。3ぐらい。6、7、3。6、7、3ぐらいですね。え、はい、え、え、
ジッパーボックス G2VG タイプ。VG タイプ。VG。まあ普通のあもう変わっちゃったもんね。うん、全部これになる。最終的にはそうしていくんですよ。結局は G2 メカって言われるものは当たり前になってくるわけなんだよね。伸ばした状態で。伸ばした状態で。よいしょ。7、6、5。5はいかないな。4。7、6、4。4ぐらいですね。はい。よいしょ。これあれかね、ARP9 とかで使ってたストックのエクステンションも使えそうだよね。うん、入りそうだよね。あの型はほぼ一緒だからね。この子入れた時の感じで、マガジンがちょっと長めの感じがしますけど、高さをかかりは普通ですか。今のじゃ分かんないと思います。今のでは分かんないと思います。カチャって言ってみないか。カチャって言ってないけどね。なんか今、いや、ちゃんとハマってないのかなと思って。ん？でも全然落ちてる。なんかカチッとしないんだけど入ってるっぽい。入ってるっぽいですね。なんかうちもなんか太陽がでもなんかうんともすんとも言わなかったら多分大丈夫だと思う。落ちてこなければね。うん、今のところこれはやっぱ G2 メーカーで間違いないですね。G2 メーカーの VG タイプってやつでグリップの角度がちょっと変わってるらしいですね、これ。で、最近ね、なるべくストレートにしたいっていうグリップが多いんで。これも入れとく？入れましょう。よっ。一応フリップアップ上げた状態で。状態で2のこれは280。どんぐらいだ？5ぐらいでいいのかな。280まではいかないけど。はい。まあドットサイト載せるでしょうから。うん、まあ300いかないぐらいぐらいなんで、普通の、ね、まあ M4 とほぼ変わらないでしょうと。で、メカボックスの情報がね、ちゃんと出ない。G2 メカで、VG タイプっていうのはこの形がこの角度がちょっと違うみたいですよ。で、自分も最近 G&G さんのあまりいじってないんですけども、G2 メカが標準化されてるんだろうなと。初め出た時はもうバージョンがね、実っていう風になってましたけど、今はもう当たり前のように。ただイフリートじゃないんだね、モーターがね。あのロングの通常18000モーターだったから、モーターはね 11.1 使ったりする人は一緒に交換することがイフリートにした方がいいと思います。熱に強かったりするので。で、これは 7.4V 推奨という形になってますので、はい、あのバッテリーがね、ちゃんと説明書に載ってたんですけども、うん、バッテリーの適合バッテリーっていうのがそれぞれあると思うんですけど、 11.1 全部いけるよねっていうわけでもないので、ちょっと気をつけてもらいたいんですけども、これ 7.4V 仕様という形で考えた方がいいのかなと思いますけど、物を加工すればもちろん 11.1 で使えることも使えるんでね、パーツの構成を見るのが一番わかるんですけどね。今の現状だとという形ですね。はい、じゃあ音を測るんですか。はい、音を測ります。ちょっと構えてもらえますか。はい、ほら、ヘビかな。はいはい、はい、マガジンもさしといてもらえますか。はい、うーん、ちょっと呼んできますね。はい、うちもやっぱ 7.4V 推奨ですね。中をやって 11.1 という形ですね。あいやあれ、なんかいつもと雰囲気意外に…あいやーこう、はい、じゃあ今日もいつものこの機会で音を測っていきたいと思われるよ。はい、どうも。はい、どうも。大丈夫？はい。あれ、なんか、はい、はい、大丈夫かい。大丈夫、いきますよ。はい、はい、耳元 95.0。 はい、はい、フル音いきます。98.0。 はい、重厚。はい、 111.8。 はい、フロート。いきます。 115.9。 はい、機関部。はい、 107.0。はい、フロート。いきます。
110.2。うんうんうん、そんなにうるさくないね。でもまあ重厚が120。あのね、やっぱ G&G さんのゲームで使ってるとね、周りの人から、うん、おお、すごい音してますねって言われるんだよね。なるんだよね、うん、あの短ければ短いほどもちろん、でも別に嫌な音じゃないから、嫌な音ではない、うん、なんか音で威嚇できる音で結構これ嬉しいところ。でもメカボックスにはダメージあるんだけどね、空打ちって、うん、あのちゃんとエアを出さないでパパンって抜けてるから、メカボックス叩く勢いでね、ダメージはもちろんいきやすいんですけど、まあ、あの人それぞれやっぱ考え方もあるんですけど、基本的にね、空動作はあんまりしない方がいいとは思ってますけどね、うん、はい、ちなみにこれハイダーって他の機種なんだけど、結構俺落ちてるのをよく見るんだけど、取れやすいのかね、これ芋で止まってないから回っちゃうんだよね、こうやって。ブルンブルンってなっちゃう。だから一発でもいいから、ここに3ミリのね、あのとか芋ネジが打てる加工をしてあげた方がしっかりと落ちちゃっていいと思いますね。はい、わかりました。じゃあ報告してくるね、バイバイ。バイバイ。すごい個人的に気になったのは、この隙間みたいなすごい気になるんですけど、これあのパネルが、要はそのあれのパネル後付けなわけだから、終わった、はい、終わった。このグリップの隙間の部分っていうのは、これはグリップ自身がそういう形なんですよと、角度が合ってない、変えられそうですね、ここね、グリップを変えたりして角度が合ってるものっていうね。そこはまあ極端なし、隙間が空いてあったら、余裕がある人だったら車の車外用の両面テープとかでグッと押さえつけてあげて、はい、あげると隙間がなくなるんじゃないかなと思います。なんかミルキー挟んだりとかね、ミルキーでパテ代わりにしてヤスリで削って R をなだらかにして、あと用紙とかこう入れといて、こうなんかちょっと詰まったなって時にそこからピッてシー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 ってやって、こうまた戻すとかね、うん、いいかもしれない。それで、一応注意点ですけども、はい、こちらにも書いてあるんですけど、バッテリーなんですけど、はい、弱くなった時に使用するのはお控えくださいと。バッテリーが元気がいい時のものに交換をしてくださいと。容量がちょっとちっちゃいから、そうだね、ちょっとこまめにね。で、バッテリー自身、つなぎっぱなしすると一応電子機器が入ってるので、うん、普段も安全面でも必ず抜いといて保存してもらった方がいいと思います。使わない時は抜くと。そうですね、勝手に放電しちゃうことがありますのでね、はい、放電しちゃう率の方が高いかな。はい、ということで、はい、重さ、重さですね、はい、全国のつらさの皆様お待たせしました。デミちゃんのつるしばかり、右手の親指ですね、親指にかける重い、重いが重いということで、コンパクトですね、こう見ると。あら、止まらない。あら、あれストックエンドが多分、あ、おいた、2585だね。2585 2.5 キロだね。うん、だから軽いですね、やっぱね。まあでもね、見た目の割には重いのかもしれない。でもドットと玉を入れると、まあ3キロ近いってことか。3キロ近いから、あ、まあグリップとかもつけちゃったりするとやっぱり、はい、ダーサもすぐ止まりました。はいはい、こんな感じで2580、一緒ですね、同じ、はい、まあ持ちやすい一丁じゃないかな。あのサブガンでもいける、メインでもいけるっていう、うん、これでもあれですね、ゼンマイのその膜部分があまり出てない、まあちっちゃいけど、ちょっとちっちゃめ、そんなにね、悪くなさそうだけどね。丸井さんのも一応使える、使えますね、多分互換は取れると思いますこれ、ね、ええ、はい、まああと実写性能、ホップアップの機器、当たり方、まあまとまりですよね。そういうのもちょっと見ていきたいなと、どんな感じかと思います、うん、それじゃあですね、実写パートの方へどうぞ。どうぞ。まーちゃんとともちゃんのモケパインフォメーション、イエーイ。はい、パドックの魅力はまだまだございます。カスタムパーツのこの豊富な種類、そうですね、はい、ちょっと紹介していきましょう。はい、まあサイレンサーもあって、マガジンもあって、はい、種類たくさん、いろんな目がありますね。パッチもすごくたくさんあるので、そうですね、もう好きなものが選びたい方だ。あとこちらはストックだったりスリングだったり、そうですね、4列も選べるんですね。そうですね。あとは
はい、こちらがカスタムパーツのコーナーになるんですが、これだけ種類があるとなかなかどれを入れていいかっていうのはわからないですよね。わからない。そんな時は、ぜひパドックのスタッフの方に、はい、聞いてみてください。経験豊富な工房員もお客様に合ったカスタムパーツをお勧めさせていただきます。また装備品関係もわからないことがあれば、もうサバゲーに関することですね、エアガンに関すること何でも聞いてください。初心者の方でも安心してお買い物できますので、これだけだと選ぶので1日で、ね、かかってしまうと思うので、う全然ねというわけでお待ちしておりますこれ高いんかいや、それわかんないでしょ高いんじゃねー今日レビューするの高いんか高いらしいっすよ値段で銃打ちますだいたい一緒だよ、そうね、まあでもこれもすごいちょっとね、お昼休憩挟んでいろいろこう香水の値段とか調べたりとか、まあ誰に送るかとか様々あると思いますけど、女性としてどうなんですか、香水とかもらうと嬉しいもんですか。わあ、なんだろうね、自分が好きな香りだったら嬉しいかも。そりゃそうだよね、うん、なんか便所の香りとか言われても嫌だもんね。すごいって言われても好きな匂いって何なんですか。便所コロですか。はい匂い、はい、便所コロ基本匂いほぼしないと思うんですけど、ね、なんだろう、何か好きな香りとかないですか。好きな香りソフランの香りとか、はい、ダウニーの香りが好きとかダウニーの香りないですか。なんだろう、でも今使ってる、よく使ってるシャンプーの香りがすごい。何使ってるんですか、シャンプー。ダイアンってやつですね。お高いんですか。いや、そんな高くないんですけど。おいくら万円ぐらいで買えちゃう。多分お店によってでバラバラですけど、1個600円。ああ、じゃあ通常代金ぐらいでいける。うん、そんなところ。シャンプーもピンキリじゃないですか。そうですね、なんか5、6000円のものからマイクものまでになるけど、うん、違うんか。あれ、ワンプッシュ200円とかいながら使うのなやこれ高いんかこれ違う、そんな高くないし、まあ、あと中身だと思って入ってる。匂いするやん。匂いするブシュブシュここにトラマークが誰のことかは言えませんけどバレてるな、もう分かんないよ。どうしてやめたら分かんないもんね。これ高いか。なんでここに行く着くまでのネタが全く説明されてないから、何なんだこれと思う。サクセスくらいの勢いで使う。高いかこれ。最悪。すごい匂いがするな、それくらいだったら。焚き火しようってからもうね、もう好きだと思う。ブシブシ言って、タロちゃん火起こしって。分かった人は、かなりコアな人ですね。はい、というわけでですね、順のレビューしていきましょう。はい、行きましょう。というわけで、G&G のですね、CM シリーズでございますけども、っていうのがあって、順の正式名称をもう少しするとパッと出てくると思うんですけど、もう、G&G のこれ、片間がね、CM シリーズは何でしたっけねっていう。でしたけども、CM シリーズだけは覚えてます。その K というところまで覚えてますけども、でも全然こっち CMF16K ね。 CFM って書いてあるんですか。 CMF ですよ。 CMF16K なんでしょ、間違えないんだよ。 CMF ですよ。じゃあ段差測定からしていきましょうかね。段差おもらしですか。違います。またおもらしです。 BD を出しましょうか。いやさっきね、これね、お直ししたのさっき BDU をお直ししたのか。はい、私じゃないの。86.27 使いやすい。85.39 余力がある感じだね。ホップおう、おなんだ、いっちゃうのか。ホップかかってねえんで、ホップもうちょっと低くね。どうすりゃいいの、ホップかけないでほうがいいのか。いやいやいや、どっちがいい。ちょっとかけてみれば。いっちゃうもんか。今ゼロホップなんだよ。あでしょ。もうちょっと出るんじゃねえかと。もうちょっと下がるんじゃないかと思って。下がんねえと思うぞ、そんなに俺は。かけます。ちょっとね、かけてみるでしょ。かかりすぎてるか。かかりすぎだね、これ。音が明らかに変わってる。84とか、まあ変わらずと。いっちゃうのか。
いませんでした。これ高いんか、ドルチアンドガッパーニって。ガッパーニ、ガッパーニ、いろいろ混ざったね。カンパーニ持ってんじゃん、いいの。え、これ髪の毛なの。それでいいんですよ。使えると思ってます。おー、気の利くだね。あと嫁さん行ってないか、まだ行ってないよ。おー、このじじいが出てきたの。うちの孫にって言われた。めちゃん、好きな食べ物は。好きな食べ物、うん、ファービーです。ファービーあるの。ファービーを食べちゃダメだって言ってたからだね。ファービーダメだよ、食べないで、食べないで。ね、このままサイト使ってみて、はい、行ってみましょうか。あ、でもちっちゃいね、そっか。やっぱ割り合だぞ。G&G のフロートサイズって見やすいね。すごい細身なんだね。見やすいね。ちょっと驚きの白さ。驚きの白さ、なんか広がったね。ほんと驚くくらい。ちょっと勢いかな。見てみましょう。すごく見やすいの、サイトが。おー、確かに。俺、アイアンでいいかも、これ。アイアンサイトですごく見やすい。あの、ドットサイトをね、見づらいからつけるってあるけど、それ見やすいよ。丸がすごい大きいから見やすいですよね。センターが細いんだよね。佇む東南アジアの女性を見て、はい、一言、はい、はい、落ち着くわ。わかんない。いや、わかんない。どうなんだろう。よくわかんない。ちょっとそういう経験がない。夕日にいたら結構落ち着かない。落ち着く。沈む夕日をバックに海かなんかにいて、こう銃持って立たすんだよ。ファーって言うんだよ、これ。ちょっと、なんかファービーみたいな、あれ。とりあえず近づかないよ。夕日に銃持ってファーって立たすんだよ。そう、近づかない。危ない人いるわ。しかもファービーもじゃあ、あれ。俺も多分近づかないでしょうね、でしょうね。あなたはこう、夕日の写真撮りたいなとか思っても、その人そこにずっといると、あれ、どかないな。でもカメラ持ってたら、この人ずっとポーズ撮ってくる。どいてくれないから。ずっとあの被写体がいるっていう。やーべー、もう火沈んじゃった。あー、明日にしようって。よくわかんない話ですけどね。はい、撃ってください。いや、これ確かに知らない人聞いたら面白くないけど、この空気感だとなんとなく笑えるんだよな。ありますね。外じゃない。危ない危ない。これは事故。これはね、俺らでも。いや、そんなもう、そんないいところに僕はもうね、一気に持ってかわせませんよ。二重ですよー、メーカーロス二重ですよ。打ってください。打ってくださいよ、ハゲ太郎。ハゲた、ハゲ太郎。それ、デメタ、デメ太郎、パクってない。デメタ、デメをパクってるでしょ。最近、ミルキーウェイが頭に。ん、もちろん、ミルキーウェイがある。うわー、言わない、言わない。長さが合ってないと。そうだね。あ、なに、なんか言いたげだね。いや、言う言う。俺、好きよ。本当に？俺、ジジイ結構好きよ。もう好きだよね。ARP ボボロ好きだよね。これさっきさ、ダメリゴ君でかいね。ワイヤーストック無理だね、君。あっ、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 揺れる、揺れる。
るだろ、覚えないよ。じゃあ、ちょっと横向いてみてくれ。ちょっと、かわいい。肌にどれくらいの、かわいい、それボーイズだったっけ。ボーイズっぽいよね。なんか、もう刺さってるもんね、肩に。でも飯食ってもさ、一番食ってないのクマちゃん。そうね、うん。もしかして。MVP の評価を下げようとしてるんじゃないか。なんで名前出てるんだよ。もう、ね、もう俺 M4 に関する文句は言わなくていいから。M4 が嫌いじゃそれでいいから。全然笑っちゃう。いや、まあ、これはしょうがないよね。体育の問題。まあね、うん、体の大きさもあるからね。まあなんかプレートとかつけて、ちょっとクマちゃんじゃプレートぐらいじゃ頑張れるんじゃないかな。いや、あの蘇生としてはいい銃よ。蘇生としては、ただ俺には合わないってだけ。あのだって似合う銃 M14 とかさ、マークスマンじゃないとダメっていう。SR はだからやっぱしっくりしてる。SR はね、ガタイに合うんだろうけど。命中率もそれなりになるからね。そうじゃないものはそれなりに。なんか前づらい。最後も落ちたらいい。上に逃げてるかな。ちょっと普通に構えてない。分かんねえな。フロート。フロートじゃなかったね、今ファーストだった。うん。なんか案外散らばってるように思いますね。まとまった感じがしない。あのセミは問題ないんですけど、バーストだとなんかすごい、まあいい感じに広がってる。これフロートかな。はい、じゃあもうちょいいいんでじゃあ。いや、そういう打ち方じゃなくていいですよ。普通にやってもらえば。普通にやってもらえば。うちのフィールドで利用するとこういう打ち方、ね、普通に利用してる人たち結構いらっしゃる。はい、球団もある。これ今1回しか巻いてない。ごめんなさい、指が痛くて最後まで巻いてなかったですね。違う、今日3本とも巻き上げた。そういう言い訳です。あ、そういう言い訳なかった。で、脇上くんを探しに行ったんですけど、なかったんですよ。早巻くんな。早巻くん。指が痛くて、僕は巻き上げられなかったって言った。そう。で、ダーサマに指痛いなって言って立ち去ったから、ダーサマ残り巻いてくれるかなと思ったけど、巻いてくれなかったんです。じゃあ、ダーサマの間がいけないってことでいい。立てねえけど、前立つか。やめろ。あ、でもこの前前痛い系だね。そうなの。硬い。だから尖ってんだよね。ほお付けするとカッチンで。よし。あ、でも結構集まってるよ。だけど、おう、最後まで打ち切ったね。おい。はい。うん。あ、どうぞ。よかったよ。よかった。謝罪がまず第一だね。まず誤解をさせたことに対しての謝罪をして。大変申し訳ございません。ちょっと病気の犬が。病気の犬って言われちゃうまた。やっぱり G&G の商品ってさ、良くなってるんだね、年々年々。5、6持ってるじゃない、はい、逆にこういうサイズもいいんじゃない。5、5、6はものすごい短いから、うん、あれはやっぱ、なんだろう、CQC とか、CQB とかはいいんだろうけど、
通に屋外で使うとやっぱり長さがちょっと逆に欲しくなっちゃう人もいるかなと思うから、うん、でもこの打ち方もできるっていうね、うん、でも当たるね、やっぱワイヤーストックでもこういうようになると。でもこの長さで伸ばして使うのが、うん、俺はいいかな。2段階っていうのでね、うん、まあ、体格だったり装備によってちょっと短い長い人によるんでしょうけど、でもあの短いでやっぱりこうちょっと狙いづらいかな、うん、そうね、うん、やっぱストックつけないと、うん、気に食わない。なんで文句言ってんの俺、気に食わないってじゃあつければいいじゃんって話ついてますし、一応伸ばせばいい、ね、伸ばせばいい、まあ、伸ばして使うのが多いんじゃないですか、うん、どうやっても、うん、ね、まあ、カードをしっかり握れるからね、うん、伸ばしてもやっぱ俺でもちょっと短いかなって感じがしましたね。うずのね、ここにホームセンターでエクステンションなんちゃらみたいなね、つけてね、ちょっと伸ばしてあげる。ホームセンターで売ってねえしよ、そんなのここにそんな引き出しのあ、単純に傘をあげろ、傘をあげる、エクステンション、エクステンションつって、あの大体ホームセンターでね400-500円出す、こういう板、ゴム板重ねて、あのゴム用の糊つければかなり分厚くなる。そうなの、ほんまに。で、ここにガムテープでこうピカッてつければもう傘巻き取るですからね、ガムテープればね、そうじゃ滑らないし、いや、上からガムテ巻いてるから、ガムテがちょっと微妙じゃない。ガムテの巻き方だって工夫次第、こう接着かけてこう横につければ、ここの線で底面は大丈夫で、てめえって、うん、うん、ダメか、もう喋んなって感じか、黙んぞ、チキショー、黙る、黙る、うん、で評価として非常に僕は、まあ、ジアンドジーのバリエーションも増えてきたしね、刻印付きもあるし、今 SR2515 とかね、刻印付きもあるから、刻印が欲しい人はそっちを、うん、いや、ゲーム1本でいいよっていうことをこういう CM シリーズを思います。はい、というわけで、うん、私たちは、うん、ツイキャスですか。ツイキャスは私ですけれども、はい、YouTube ですね。ちょっとだって、うん、ツイキャスですけど私って言えよ、しっかり。じゃあさ、しっかり告知しろよ。聞けよ。今一応フリだったんですよ。フリだったの、フリだったの。下手だよな、この子。スルーしたからどうしようかなって思ってたんですけど、そうちゃん何年やってんの。はい、ツイキャスやってるんです、やってるんですか。ツイキャスは毎週月曜日にやってますんで。じゃあもうツイキャスの方はダーちゃんの一人喋りで、私の方の喋りで、あの1時間ぐらいやってるんですか。だいたい30分か1時間ぐらいが多いですよね。あのストリップショーを見に来て、もう、ね、姉ちゃん好みじゃなかったから、っていうおっさんみたいな感じで、そうですか、ツイキャスやられてるんですか。やってますね。で、ツイキャスの他にはデメリューで、はい、デメリューでやってますもん。YouTube で、やってますね。YouTube で、デメリューの方を出てもらってますけど、もう1年経つみたいですよ。心境の変化あります。もうレギュラーを降りたいとか、私がメインいつになったらなれるんですかとか、そういうないですか。いや、でもちょこちょこと、はい、私のことを名前を覚えてくれてる方が増えたりとか。そうなんですよ、もう1年だったから、もうもっともっと知ってもらわないといけないから。そうですね、名前がまだっていうのと、名前の読み方が、すいません、すいません、なんて読むんですかって本当に思うと思う。すいません、すいません、シリンダーです、シリンダーです、シリンダーです。一応冒頭の部分に書いてあるんですけどね、ね、意外とみんな飛んで銃の方ばっか見てると忘れちゃうかな。まあ、まあ、シリンダーって、はい、うん、なかなかつけないもんね。うん、芸名シリンダーっていないよね。そうです、なかなかいないですね。じゃあ本名さらしてく。本名だ、なんで本名さらすんだよ。そしたらそっちの方が覚えやすい。加藤純子ですとか。純子になってる。芸名がもうそこら辺にいる人の方が、木村幸子ですとか。幸子ちゃんになってる。オーロラテルコでもいいんじゃないですか。なんで全部子なのか気になるんですか。加藤ホキコです。それもゲームゲームで、そういうね、ありきたりだけど覚えてくれるような、はい、そうですね、みんな覚えてくれたらちょっと思う。サトシなんてめちゃめちゃ呼びやすいもん。そうだね、そうだね。今呼べてダーコだよ。ダーコ、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 
でもダーコでもなんか覚えるじゃないか、まあ、でもダーちゃんダーちゃんダーちゃんってさって言ってくれる人がいるんで、はい、ダーちゃんってどんな性格なのってみんな裏側を聞きたがるんだけど、なんで闇がもっとあるんじゃないかなってみんな思ってるみたいな。なんでなんで闇アイドルイコールなんかねイメージがそうみたいよ。いやあのみんな細々って聞いてくるリアルな質問、うん、そのうちで、はい、ビアちゃんさアイドルとやってるじゃん、おーおーやってるね、うん、って言ったら、え本当に病んでるえ病んでるってどっちの意味って、それはあのもう精神的に壊れてるのなんていうのそういうことって言ったら、そう精神的にはやばいと思うよ、笑い声で人の耳壊そうとするからっていう、隣にいたらとりあえず、うん、にぎやかだよ、まあ、よく言ってねって別名うるさいって言うんだけど、ギャーハーハーみたいなそうそうそう、いろいろもうそういう不思議に迫っていけばいいんじゃないですか、アイドルみんな病んでる子何人かいますけど、ね、大丈夫な子を1人ずつ上げてきますからっていうぐらいやるとみんなあの恨み変えますよきっと。でもね、なんかそういうイメージはね、まあね、イメージはね、多いのかな、どうだろう、紫色でシリンダーなんてわけわかんない名前つけやがって、誰これって思って言いますからはい、私ですけどね、そういうキャラを払拭したりとかですね、はい、そこのファンの方が一層また賑やかになってくる、ね、そうですね、楽しくなったらいいなと思います、はい、で、コメントをいただいてですね、見ていただいてる方たちは、僕も私も覗いたりはしてもういるんですけど、答えてくださいこちら、なんか俺より社長にしっかり今日聞いてました、在庫手に入りますかみたいなことね、ちゃんとしてて、あれ俺在庫後の朝返信しちゃった、あ、した、あ、じゃあいい、あの店舗の方へお願いします、あ、よかったよかった、2人で、2人でこれは急いだ方がいいかなと思って、はい、うん、店舗の方へお願いします、あ、もうぜひそういうね、そう、あのデメニューの方でね、YouTube の方でやってますけど、はい、あの在庫の確認とかは店舗の方が一番早いので、あとこういうカスタムこの銃できますかもちょっと私あまり詳しくないのでできればお店に電話していただくのがまあ間違いないかなと、はい、間違いないかなと、はい、結構間違いなく言ってるのよ、お金をどこまでかけられるかでカスタムできる、まあ金出せば別にできないことはないと、うん、それをチャッ、あのコメント欄でチャット形式でやってたら時間かかるでしょ、もうサトシが当日意見で、デメいわく金次第だって話したのでデメいわくカスタムは金次第だって、それはそれでいいんですけどね、まあ、という、在庫等は、はい、お店の方まで直接ご確認の方お願いいたします、はい、それとですね、見終わったらグッド、チャンネル登録、僕らは友達登録って言ってますけど、はい、徐々に徐々にこう感染力を広げていくコロナとは違いまして、徐々に徐々に本当にスローリーにスローリーにこう感染数を増やしててのがデメリットでございまして、1日に1人、1日1人友達ができればそれだけでも365人友達ができるわけですから、はい、1年でですね、まあ、ゆっくりでも、まあ、言っても月100、200ぐらい増えてるんじゃないですか、わ嬉しい、でまあ、それで見る登録だけするけど見なくなるんですよ、まあ、でもこれあの YouTube って波ありますから、はい、やっぱね、あの見る時期ともうちょっと出目酔いしたなとかちょっと鼓膜破れたなとか、出てるさ私がもう自分嫌だなと思うんだから見てる方もっと嫌だよ店で俺のこう声がずっと流れてるんですか、もういいわってなりますもん、まあ、でもそうだよね、ずっと何を投げてるとき、そりゃそうですよ、ずっと編集してるとたまにあーって思いますもん、すいません、やっちゃいます、なりますよ、デメダー酔いってるしてきますからね、デメダー酔い見てちょうど適度にね、はい、あの見ていただければいいかなと思います、はい、はい、ね、チャンネル登録と、はい、グッドボタン、グッドボタンお願いします、てなわけで、G&G の方レビューさせていただきましたけども、はい、まあ非常にね、特筆すべきところがね、悪いところが特にないっていうのをどんどん知ってまとまってすごく完成度も高い、ワイヤーストックはね、サイズを人によっては選ぶけど、まあこれはね、変えることも後々変えあるし、そういう戦い方をしない場所で CQB でもいけるって思えば使い方いろいろ楽しいと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います、うん、こちらですね、ジアンドジアバンドの CM16 の K CMF16K、 はい、 CMF16K の方をレビューさせていただきました、参考になればと思います、ご購入ご希望の方はモケパドックのホームページまでよろしくお願いいたします、お願いします、それではですね、また次回お会いしましょう、バイデメン、バイデメン。